さあ、それではですね、授業力養成講座、今回が最後になります、コミュニケーション力編ということで、まあ、スタート編から始まってですね、まあ、これが7本目の動画になるわけなんですけれども、まあ、もしですね、この動画から見始めた方がいらっしゃいましたら、ぜひスタート編の方からですね、ご視聴いただけるといいのかなと思います。さあ、まずですね、そのコミュニケーション力編、まあ、通称コミュニケーション能力、コミ力と呼ばれているものですけれども、世間一般で使われているコミ力っていうふうなイメージと、今回ですね、その授業の中で、考えていくコミュニケーション能力っていうところはちょっと別問題なので、そこはちょっと分けてお話をしたいなと思います。なので世間一般で考えられているコミュニケーション能力についてはですね、まあ、いろいろな本とかが出てますので、そちらの方を読みいただいて、授業に特化したですねコミュニケーションについてお話をします。まあ、要はですね、まあ、よくコミュ力が、高い人、すぐ誰とでも仲良くできて人見知りもなくってみたいな、そういう風なイメージではなくって、授業の中でですね、考えていくコミュニケーション能力ってどういったものなのかと、私がですね思うコミュニケーション能力って何なのかっていうと、信頼関係を構築するもの、まあ、信頼関係をですね築いていくものっていうのがコミュニケーション能力っていうものなのかなと思っています。なので、まあ、信頼関係構築力とでも言えばいいんですかね。それが私が思う授業内のコミュニケーション能力です。で、コミュニケーション能力というか、まあ、信頼関係というのは、じゃあどうやって築いていけばいいのかっていうと、たとえですね、集団授業であったとしても、一人一人をちゃんと見ているっていう、ここをですね、きっちりと伝えることっていうのが重要なんじゃないのかなと思っています。で、簡単にですね、ちょっと40人の集団授業、1クラス40人の集団授業で授業をするときっていうところで、簡単に例をとってみると、まあ、こういうイメージですね。まあ、先生がいて生徒がいてっていうふうな状態で40人の集団授業をやる場合、1対40っていうイメージではないんですよ。そうではなくって、一人一人とこういうふうにコミュニケーションをとっていって、1対1が40個あるような、こういうイメージなんですね。だから40人にまとめて何かを話をするっていうよりは、一人一人にちゃんと話をしていく、それは別に40回一人一人同じ話をするっていうイメージではなくて、きっちりとその一人一人の表情を見たりとかですね、この子に伝えたい、あの子に伝えたいっていうふうな思いを持って伝えていくのが、私が考える集団授業におけるコミュニケーションっていうようなイメージです。で、これはですね、まあ、褒め方とか叱り方っていう部分にもちょっとつながってくるんですけれども、例えばですけど、まあ、ちょっとしたテクニックみたいになりますけどね、褒める時にはみんなの前で褒めると、叱る時には、個別に呼び出してですね、一人一人叱っていく、こういったこともね、ちょっと重要なことでもありますし、もちろん例外あると思います。命に関わる大事なこととかあったら全体の前で注意をする必要もあると思いますし、ケースバイケースではあるとは思うんですけれども、まあ、こういうふうにですね、そのコミュニケーション その同じ40人の集団授業といっても、こういう考え方とこういう考え方がきっとあると思っていて、その中でも私が大事だと思っているのは、この一人一人を40本考えていく。まあ、こういうふうなイメージであります。で、じゃあこのコミュニケーションって何なのかって話ですけれども、まあ、コミュニケーションで一言言ってしまえば、こっちから話をすることと、話を聞くっていう、まあ、2つの方向があると思うんですね。まあ、発信と受信じゃないですけれども、話すっていう部分と聞くっていう部分があると思います。で、私が理想としているコミュニケーションって何なのかっていうと、割合で言いますね。こう比率で言うならば、1対9ぐらいの割合です。こっちが1話して、向こうが9話す、生徒が9話す。これぐらいの状態が理想だなっていうふうに思っています。当然ですね、一番最初の状態からもう生徒がベラベラ喋ってですね、先生がちょっとしか喋らないっていう場面ってほとんどないと思うんです。どうでもいい話は別ですよ。なんかお昼休みに食べたパンが美味しかったみたいなですね、そういうどうでもいい話はまた別ですけれども、例えば自分の進路の相談であったりとか、将来悩んでることであったりとかですね、人間関係悩んでることとかですね、そういったものをですね、最初からペラペラ話ができるのかっていうと、信頼関係が構築されてない状態では、そういう状態って難しいと思うんですよ。なので最終的にはこうなるとは思うんですけれども、初めのうちはですね、まあ、やっぱり9対1とかぐらいからスタートしていくのかなと思います。こっちが話をしていって、向こうにちょっと聞いてみると、8対2ぐらいになっていて、5対5ぐらいになっていて、最終的に1対9ぐらいになっていくのが理想かなっていうふうなイメージですね。で、その上でですね、重要になってくるのが、じゃあ何を話すのかって話なんですけれども、どうでもいい話したってしょうがないわけですよ。昨日の夜ご飯何食べたのみたいなですね、こんな話をしたって意味がないわけ、意味がないとまだ言わないですけれども、別に信頼関係構築はできないわけですよ。じゃあどういったことを話していくのかっていうと、例えばですけれども、すごい方程式の問題解けるようになったねであったりとか、もう先週から比べて今週すごいちゃんと宿題やってきたじゃん、偉いじゃんね、ちゃんとできるようになったねっていうふうに、一人一人がですね、どういった変化をしたのか、どういったことに気をつけているのか、あるいは逆にどういったことで悩んでいるのかとかですね、
ちょっと最近疲れてるんじゃないの、どうしたって、部活大変かであったりとか、そういう言葉でもいいと思うんですけれども、ちゃんと一人一人を見てあげないと言えない発言、話っていうのがあると思うんですね。それがまさにこの観察力っていうのがベースになってきてると思います。観察力がしっかりとあれば、話す内容っていうのはおのずといっぱい出てくると思うんですよ。実際生徒一人一人見てたら、あんなことも聞きたい、こんなことも聞きたい、これどういうことだったんだろうっていろいろ多分出てくると思うんですね。そういったものをしっかりと投げかけていくことによって、あ、この先生ってちゃんと私のこと見てくれてるんだな、僕のこと分かってくれてるんだなっていうところで信頼関係が構築されていって、最終的に本当にですね、こっちがちょっと話しただけでいろいろな悩みを打ち明けてくれたりとか、あるいは相談をしてくれたりとかっていうふうな関係になっていくのかなと思うんですね。これが私の考えるコミュニケーション能力です。授業内におけるコミュニケーション能力ですね。だからよくですね、コミュ力豊かな人がですね、コミュ力の高い人が生徒と気軽にいろんな話ができる。別にですね、これはこれで悪いことではないと思うんですけれども、そこでですね、しっかりとした会話ができているのかどうかってまた別問題なわけですよ。ですから、ひょっとしたらですね、先生方の中には、ちょっとなんかその、生徒ですけれども、初対面のこと話すのはちょっとなんか怖いであったりとか、自分の心の内を晒すのが怖いであったりとかですね、思ってらっしゃる先生もひょっとしたらいるのかもしれないですけれども、そういう普段のコミュニケーションとはまた別の部分になってくると思うので、生徒のことをしっかりと考える、生徒のことを見てあげる、でその見ていることをちゃんと伝えてあげる、これがおそらくですね、私の考える大事なコミュニケーション能力だと思っています。で結局ですね、コミュニケーションというふうに言っているわけなんですけれども、大切なことって何なのかというと、結局は、私たちその教える側の人間ってこういうふうになってほしいとか、これができるようになってほしいとか、あるいはこういう人間になってほしいとか、こういうふうに幸せになってほしいとかですね、そういう思いがあるわけじゃないですか。その思いをきちんと生徒一人一人に伝えられるかどうかっていうのがコミュニケーション能力だと思うんですね。もちろんまだまだ僕も足りない部分がいっぱいあるので、さらにさらにですね、自分自身を磨いていかなきゃいけないかなと思うんですが、なので根本にあるものって何なのかっていうと、結局はですね、もうこれだと思ってます。まとめると、愛を伝えることっていうのがコミュニケーション能力の一番の肝なのかなと思うんですね。生徒にこうなってほしい、こういうことが分かるようになってほしい、こういうのができるようになってほしい、こういう未来になってほしい、そういった思いがきちんと一人一人に伝わっていくっていうのが大切なコミュニケーションなんじゃないのかなと思います。でやっぱりですね、ここで信頼関係築いていなかったら、どれだけ他のスキルがあったとしてもですね、生徒を変えることができない、生徒にですね、有用な情報を届けることができないということにもなっていくと思うんですね。ですからぜひですね、生徒一人一人を観察した上で、きちっとした表現をして、コミュニケーションにつなげていっていただきたいなと。そうするとですね、生徒自身にとってですね、この先生に出会えたから自分が変われたであったりとか、この先生のおかげで今があるんですっていうふうにですね、将来話ができたりとかですね、そんなことにもなっていくんじゃないかないのかなと思います。はい、これがですね、授業力養成講座で、最後にお伝えしたい内容でした。様々なですね、ちょっと話をさせていただいたんですけれども、あくまでもですね、私一個人のですね、考え方であったりとか、なんていうのかな、意見ですので、必ずしもこれが正解だとは思わないです。いろいろな話をしましたけれども、その中で、あ、ここの部分は役に立つから使おう、ここの部分はサボだ、何言ってるかわからないからどうでもいいやと、もうこういう使い方でいいと思うんです。少しでもですね、これをご覧いただいた先生方っていうのが、いい授業ができてですね、目の前の生徒さんを救ってくれたら、それでいいのかなというふうに思ってますので、ちょっとでもお役に立てれば、幸いです。以上でございます。